シャアの女性遍歴。シャアの女性遍歴。相手の一方的な化粧を含む。羨ましいようなそうでもないような。ちょっときついな。ママになってくれそうなの一人しかいない。右上が誰かわからん。 CDA でシャアの子を身ごもったけど死んでしまったナタリ。シャアの子を身ごもったけどアクシス内部の急進派に殺された。ハマーンはその動きを見かけていたけど、その直前に妊娠のことを聞かされていたので嫉妬からナタリーを見捨てた。ナナイってもし今後もネオジオン総帥として人生を歩むなら必要なパートナー足りえたと思う。総帥続ける気ゼロじゃん。同僚すぎて多分無理。クエスに対してのあれはないわ。ガラーが趣味なのは間違いないけど、それはそれでどんな趣味だよ。母性のある年下のミステリアスがある的な。ネコアに関してはお互いに一線を求めてたけど、両者ともこいつなんか違うわとなったんだろうな。そこで円満に自然解消じゃなくて裏切りっちゃうのがゼータテイスト。ネコアはまず本人が荒れすぎる。サラのことはなんだかんだで保護してた白っ子からも内心スケボマ扱い。白っ子から見ても何やこいつ子は。だろうしなレコア。白っ子のフェミ趣味抜きにしてもティターンズとエウグを行き来した元裏切り者とかできるわけねえわな。しかも何食わぬ顔で戻ってきた理由がエセートのゴタゴタとかなおさらないわ。シャアがロリコン扱いされるのは大体こいつのせい。シャアは自分の年齢に合ってる相手としか付き合ってない。大佐が本当にロリコンならクエスはストライクゾーンだよな。颯爽と流れるように一緒に来ないかと誘ってたような。あの時はまだニュータイプかどうか知らなかったはずだし。ガイデン降るごとにハマーンはちょっと忌まわしい記憶すぎませんって感じになる。ハマーンの扱いが露骨に違ってて服。性格が強情すぎるし、それでいて甘えたいだしで、何もかもシャアの求めるものの真逆言ってるからな。レイ、なんでこれでロリコン扱いされねばならんのだ。シャアに必要だった女性を連れてきたよ。他にもいろんな動画をアップしています。チャンネル登録、高評価お願いするのだ。